こんにちは、しごとです。今回は、アイバニーズの激薄ギターのレビューです。ご覧ください。この薄さ。びっくりする薄さですね。重量はなんと 2.18kg と、めちゃめちゃ軽いです。かなりね、アイバニーズもね、挑戦したギターだなというふうな感じしますよね。アイバニーズの S6219M というギターで、インパクトがね非常に強かったので千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。ボディはねマホガニーでメイプルのネック、そしてローズの指板ですかね。見た感じというか、まあ最初の印象としてはですね、まあ珍しい感じの規格もののギターなんじゃないかなと思ったんですけれど、鳴らすとね結構印象変わりました。めちゃめちゃしっかりしたギターです。ちょっとぐるっと見てもらいましょうかね。ほらすごいっすよ。これこの薄さでよく収まったなというふうな、もうほんと感心しちゃいますよね。つまみはボリュームとトーン、そしてハムが2つなんですけれども、セレクターはね5なんですよ。5ウェイのセレクター、これどういう構造になってるのかなと思ってちょっと鳴らしてみましょうかね。これタップがついてるわけじゃないんですけれども、なんかねスイッチでパラレルになってるっぽいんですよね。これリアです。でこれがハーフで、ハーフっぽくなってますよね。でこれセンター、でもセンターにピックアップないですからね。でまたハーフ、ちょっと出力弱めですね。でまあこれフロントかなと。ちょっと一番下からやっていきましょうか。今一番下でなってますね。ですね、これはリアで、このハーフ、あここだけリアの上側、ネック側だけのポジションですね。はいはいはい、これタップ効いてるということですね。でセンター、これ全部鳴ってますね。これパラレルで、パラレルで全てが鳴ってんのかな。でこれハーフ、あーリアが全然鳴ってなくてフロントだけだけど軽くなってるから、これパラレルになってるんでしょうね。でこれがシリーズの通常のフロントというふうな感じです。難しいな。まあでもね、結構ね本格的に遊べますねこのギター。でドライブで鳴らします。そんなめちゃめちゃパワーがあるわけじゃないですね。このボディの薄さだからね、ちょっと鳴らないのかなと思ってたんですけど、鳴らないとか抜けないとか、なんかそんな印象は全然ないですね。通常のソリッドなギターとそんなね違いがないぐらい普通に心地いいサウンドです。
めちゃめちゃ薄くて、このね、サーキットもこんなにね、小さいというか薄い、そんな中に、こんなね、凝ったスイッチング、アイバニーズの技術が凝縮されているなというふうな感じです。ネックはアイバニーズらしく、まあ、テイパーな感じで、D ですかね。D の薄めな感じです。ハイブレッドの方もね、引きやすいように、ヒールカットが出されております。鳴らすとね、かなりね、印象変わると思うんで、ぜひぜひですね、見かけたら皆さんちょっと手にしてみてはいかがでしょうか。もっとね、特色のあるピックアップに変えると面白いかもしれないです。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。